羽生ゅゆずるさん7900人前に生命から新伝説限界超えたい異、e、次元8曲90分止まらずご視聴ありがとうございます早速今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきますフィギュアスケートアイスショープロローグ横浜公演4日第1日ピアリーナ MM 観客7900人14年措置 18年ピョンチャンオ,オリンピック五輪二連覇王者で今年7月にプロ転校した羽生結弦さん27が夢を現実にした異例のワンマンとなる初アイスショーが初日を迎え代名詞の生命や新曲いつか終わる夢など8曲を披露幼少期からの映像にトークも織り交ぜた休憩なし約90分間ノンストップに反省を込め フィギュアスケートの限界を超えていきたいと新境地を切り開いた。第2章の始まりとなる公演は5日も同所で。12月2日、3日、5日は青森フラット八戸で上演する新伝説の序章は生命で幕を開けた。当期アジア初2個目の金メダルを手にした18年ピョンチャンゴリーンフリー曲を舞う。その前から驚かせた。 ただいまから6分間練習を開始します。公式戦と同じ試合前の最終調整を告げるアナウンス。ショーでは例を見ない試みからベールを脱いだ、たった一人、競技さながらの緊迫感で整えると、4回転サルコー、4回転トーループを美しく着氷する。プロのショーならでは、となったのはその後だった。繰り出したのはトリプルアクセル、3回転半3連発。 キックアウト、ジャンプの飛びすぎによるノーカウントですけど、あえてプロだからこそできるものをと、試合では認められていない構成を用意し、競技会以上を目指す目標通りの高難度を見せつけた。7月19日のプロ転校会見から108日、無理繰り会場を抑えて構想を練って映像や曲順など演出を考えてきた。妥協せず、新しい形を見守っていただけたら、 通常は2曲も前は喝采の章で異常と言える8曲。鍵は体力が持つのかだったが、1曲に全力を尽くし切る僕が、その後また滑るなんて考えられなかった。大変だったけれど、頭から90分間の投資を5回やりきって今日を迎えられるまで強化してきたと、蓋を開けてみれば90分間のノンストップ。 演出も今朝までかかって出来上がったと直前までこだわった。新たな一歩に情報なし。一人だからこそ理想を追い求めた公演は幼少期から五輪三大会、東日本大震災の映像も織り交ぜ、羽生譲るのドキュメントに仕立てた。万感を込めたのは、自身が振り付けした新曲、いつか終わる夢だ。演出家、ミキコさんと初コラボ。愛する。 ファイナルファンタジー10のテーマ曲とプロジェクションマッピングを融合させ、夢だった4回転半の世界初成功者になれず苦しみながら、でもまだ皆さんの期待に応えたい、そんな心のジレンマを表現したと、今日中も超満員の7900人と共有した競技会から離れた後は、スケートを始めた4歳から金メダルを目指してきた人生で初めて、目標がない中ブラリンな状態に陥ったが、 新章を自己プロデュースする過程で再燃した。今できることを目いっぱいやって、フィギュアスケートの限界を超えていけるように。序章、その初演からい、e、い次元の新ステージへファンを誘った。木下淳、事前に希望曲を募ったピックアップコーナー C では、小学生時代のスパルタカスを選んだ。同曲を振り付けた横浜市在住の恩師。 鈴木翔一郎、コーチ、84を会場に招き、来てくださって、めちゃくちゃ嬉しい。僕の初めての SP でしたと紹介。満点6.0の旧採点システム時代で、今とは違った面白いステップで沸かせた。質問 C では約2万7000通の中から、講演テーマなど3問に答え、日で内容が異なるリクエスト C では、 場内のファンから腕輪の光の色を用いて要望された、レッツゴークレイジーを待った。このキジミツケモーダッシュでコンビニに走り、最後の一枚となっていたスポーツ放チを手に入れました。もっと早く気づくべきでしたが、過去は戻らない。私的には今日からです。明日はもっと早くコンビニへ向かって走ります W。今日は FF10 を彷彿させる綺麗な写真でした。連載ありがとうございます。 コメント、ライブで参加しました。大好きな大好きなクールダウン。でも、悲しいかな会場暗いのと、プロジェクションマッピングが強すぎたせいか、酔いしれることができず残念。衣装が暗色だったのも、現地だと伝わったでしょうか蜂のヘチケット欲しいです。ライブビューイングで見ました。羽生結弦くんは、美しくて、まるで表情の妖精のようです。 天界から降りてきた天使のような舞で日本の宝です。これからも応援しています。BS とかでもまた放送してもらいたいです。羽生結弦さん初振り付けのいつか終わる夢、不完全な記憶で申し訳ないですが、ファオイにケミストリーが出演した年だったかに、羽生くん自身が振り付けた演目をファオイで滑ったことがあったと思います。羽生くんのスケートとプロジェクションマッピングが融合した。 とても美しいプログラム、大好きなプログラムがまた一つ増えました。氷の上に現れては消えていく文字、いろんな葛藤があったんだろうなぁと思いながら見ています。今日もコンビニで買います。フィギュアスケートの魅力をこうして見せることができる、羽生結弦選手をこれからも応援します。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。